日本サッカー協会は8月29日北中米ワールドカップアジア最終予選の中国戦9月5日バーレーン戦同10日に臨む日本代表のメンバー27人を発表した画像ついに W 杯アジア最終予選スタート中国バーレーンとの戦いに挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介その森保ジャパンと初戦で対戦する中国のメディア 直幅は、早速反応。中国と初戦、日本ベストの最終予選メンバー、ヨーロッパ組の巨人、三笘薫と久保武英がチームを牽引、と題した記事を掲載。次のように伝えた。8月29日、日本代表が新メンバーを発表、三笘薫と伊藤淳也が復帰した。久保武英と遠藤航が選出された。また別の記事では、その差は20倍。 日本代表チームの価値は2億8000万ユーロ以上。中国代表の価値は1100万ユーロ。海外組は21人対0人。と報道。その差に愕然としているようだ。日中戦は5日、埼玉スタジアム2002で開催される。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。